世界の名作文学を口論おつばく。こんにちは、古翔です。世界の名作文学を口論おつばくということでやっていきます。今回はこちらのタイトルになります。村上春樹が語るこれまでの人生で巡り合った最も重要な本の3冊ということです。インタビューか何かで答えているんですね。だいぶ昔だったと思います。僕も読んだことがあるんですけど、で今回、僕は今ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟をね、久しぶりに再読で通読中で、今上中は読んで下のあと200ページくらいで読み終わりますんで、読み終わったら、カラマーゾフのオンライン読書会なども予定をしておりますが、まあ、その中でね、カラマーゾフについていろいろ調べてたら、まあ、村上春樹がね、こういうことを言ったということで、まあその関連なのでね、この3冊にカラマーゾフが入るんだっていうことなんですけど、村上春樹の最も重要な本の3冊とは何かということをですね、今言ったドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟、まあ、これはね、文学好きであればなんかね、多くの人がこれはこうだろうとね、小林秀夫なんかもね、もう完璧だとか言ってるし、哲学者ビットゲンシュタインもね、第一次世界大戦従軍中に、読み込んで全部で50回は精読したってね、言ってましたね。で残り2冊がフィッツジェラルドのね、まあ、僕が持ってるのは野崎隆さん翻訳のグレートギャツビー、それとレイモンド・チャンドラーのロング・グッドバイ、僕が持ってるのは清水俊春さん、俊二さんかな、長いお別れと翻訳されてる文ですね。まあこの2冊はね、村上春樹自身が翻訳してね、翻訳したものがまたベストセラーになったりしていますけども、まあ、この2冊とカラマゾフが同列線上に並ぶというね、ことなんですよ。でちなみに僕はあのレイモンド・チャンドラーは好きでね、まあ、ほぼ日本語になってるのはほぼ読んだかなっていうね、これが、さらば愛しき人よ、これも村上春樹が翻訳してますね。フェアウェル・マイ・ラブリーでしたね。さあそれとフィッツジェラルドもね、村上春樹のフィッツジェラルドブックとか、あと短編集とかね、夜は優しとか、まあいろいろ読んでいます。まあだからこの辺の小説は僕も好きなんですよ。好きなんですけど、例えばそのカラマーゾフの兄弟といえばね、サマセット・モームが世界の重大小説というエッセイを書いていまして、まあ、この中に入ってるんですね。まあ、ちなみにこの世界の重大小説というのは、ディッケンズのね、デビッド・コッパーフィールドの全集のこの帯のところにね、モームが世界の重大小説の一つに選んだ傑作って書いてですね、そんなのがあるのかと思って、読んだんですけど、まあ、トルストイだと戦争と平和、そしてドストエフスキー、カラマーゾフとかね、スタンダール、赤と黒、バルザック、ご両人さんとかが入ってるんです。まあ、きらぼしのような世界の名作文学ですよ。でそういうカラマーゾフと肩を並べてね、まあ、もちろん村上春樹の個人的なもので選ばれるわけですけども、このギャツビーとね、長いお別れが入るってなんかとっても不思議な感じがします。あの YouTube、 文学 YouTube のね、斉藤紳士さんがね、言ってましたけど、ギャツビー本当にこれは世紀の傑作なんだろうかっていうね、普通の人が言わないような、あの素晴らしいご指摘をされてましたけど、なんか村上春樹がめちゃくちゃ推してて、ノルウェーの森の中でもね、これが素晴らしいっていう話をするわけです。そして村上春樹がこの人生で巡り合った3つの小説のうちの1つに入れてるからですね、超名作と誤解する人もいるかもしれませんけど、はっきり言って大したことないって言ったらね、語弊がありますけど、これは僕は例えばそのなんて、短編集、これも村上春樹が翻訳してますけど、雨の朝パリに死すっていう短編集、あ、これちょっと今ここに持ってきてないですけど、短編はね、リッチボー、金持ちの青年とか、冬の夢とか、バビロン裁縫とか、若い頃読むともう本当に心に染み渡る、もう若者の心に染み渡る永遠の青春小説みたいなものがあって、その、まあ、その延長線上にね、このギャツビーもあるんですよ。ギャツビーの最後は、まあ、こちらの方にね、ギャツビーは僕もアップしてるし、レイモンド・チャンドラーもアップしていますが、こうなんかこう青春の哀愁、失った理想をに手を伸ばして手を伸ばしていきたい、デイジーという女主人公の住んでる家の緑色の火を手を伸ばして明日こそはみたいな、そういう青春小説としては
まあ、一流ではあるけど、でもこれはね、最後は素晴らしいんだけど、三分、美しい三分子だけど、途中途中別にどうってことないみたいなね、感じがするんですけど、この最後の感動を味わうために途中を読んでいくみたいな、まあ、僕にとってはね、そんな感じの小説です。だからいや決してそのいとこベッドとか、デビッド・コッパーフィールドとか、戦争と平和や、カラマゾフとね並ぶわけではないということですね。で同じくレイモンド・チャンドラーも、まあ、これただ原亮さんがね、長いお別れについてはもうこんな素晴らしいものはないと、あらゆるページが全部心に響くっていうぐらいね、べた褒めしているんですけど、まあ、どっちかというと僕はこうチャンドラーの方が、僕もね、あ、これを読むと全てのページに線引いてしまう、まあ、本当に素晴らしい、人間ってこうだよなみたいな共感はあるんですけど、ただそれでもやっぱりね、カラマーゾフとか戦争と平和と並ぶのかって言ったら、まあ並ばないわけですよ。なので、村上春樹が言ったから、これは素晴らしいんだというのは誤解でね、これは極めて村上春樹の個人的な思い出の中で3つが統一になってるっていうことだと思います。ただ面白いもんでね、村上作品っていうのは、特にチャンドラーのセリフ回しとドストエフスキーが文章にこう、特にカラマーゾフなんかには頻繁に出ますけど、なんかその主たるメインのストーリー、メインのセリフ、メインの物語の最後の方に突如なんかね、ちょっとこう自我の現れみたいな、ちょっとこう主旋律で流れているものが半音ずれたものをちょっと追加していって、自意識がその半音のずれが自意識であり、その自意識の半音が一塊になって最後やってくるみたいな、ちょっとわからないかもしれないですね。カラマゾフの動画の時にまた改めて言いたいと思いますけど、そんなような効果がね、とてつもないそのずれた半音っていうのがカラマゾフにはあるんですけど、どうも村上春樹はその影響は絶対受けていて、村上作品のあらゆる小説に半音ずれたような書き方をするんです。でドストエフスキーは、そのドストエフスキーの自我が地下室の式から、あの頃から始まる自我のこの噴火のようなエネルギーがね、ブワーッとくるんで、それをうまく張り巡らせるような感じなんだけど、同じことをね村上春樹がやっても、こうドストエフスキーの凄みがないから、なんかちょっと薄っぺらいみたいな感じがね、村上春樹がドストエフスキーのようなずれた半音を使うと薄っぺらいんだけど、でもそのずれた半音っていうのはやっぱり聞いてて、セロニアス・モンクのピアノのように心地よいので、それで村上春樹の文体は好まれるのかなっていうふうにも思います。でこのチャンドラーの生かしたセリフもね、村上作品には出る。だからこのカラマゾフとロンググッド場合は、村上作品を構成するための必須の構造を明らかにこの2つの影響を受けてますね。でギャツビーというのは作品そのものに影響があるようには見えないんですけど、もしかしたらデイズの家の緑色の火を、ギャツビーがこう手を伸ばして明日こそはっていう最後のメインシーンね、あれが村上作品って常に緑色の火を求める作品なのかなとね、いうふうな気もしました。でですね、これだけ個人的なものが村上春樹が言ったがために、世紀の名作と並び称されるグレート・ギャツビーとロング・グッドバイでも、明らかに客観的に見れば並ぶわけはないっていうね、ファンから怒られそうですけど、僕は40年ぐらい村上春樹を読んでるんでね、ハルキスト以前からのファンなので、言っても大丈夫かと思うんですけど、なので例えば僕だとどうなるのかということでね、極めて個人的基準で照らすとですね、私が人生で巡り合った最も重要な本3冊というとですね、武者の小路実篤の若き日の思い出が入るんですよ。これは個人的にはね、この小説なくして僕の文学人生は存在しない、どれだけ重要かと、この本の感動によって文学に入り、武者の小路実篤をほぼ、当時新潮文庫でね出ていたのはほぼ全部読んで、その武者の小路実篤ビッグバンによってね、トルストイやヘッセやトーマスマンやカロッサに行って、まあまあ今、まあ、それなりにね、まあ一人の文学好きの人間ができたっていう感じがあります。それとこれも普通読まないんですけど、トーマスマン評論集、もしくはファウストス博士の成立というね、ファウスト博士を書いてる間の日記みたいなものがあるんですけど、この2つでトーマスマンという作家
家の読書生活、執筆生活、日常生活を見ることでね、またとてつもなく大きな影響を受けて、これなしでは、つまりこの評論集と若き日の思い出なしで僕の文学人生はないので、僕個人にとってはね、これはとても重要なんだけど、こんなもん世界の名作でも何でもないやって感じでね、もう少し言うとね、この園綾子さんの太郎物語、NHK で国広富幸さんがやってたねドラマなんですけど、これもね個人的には結構残る、村上春樹におけるギャツビーぐらい残るかもみたいな。で、山口瞳というね昔流行った流行作家、結婚しますというのがあってですね、この結婚しますヒロインは昭和二十何年ぐらいに生まれた人でね、もっと 前かな、相当昔の話なんですけど、こういうのは僕個人にとっては、忘れ地の小説なんですね。ということで、自分に当てはめたらこんな感じになるんで、人から見たらそんなバカなって思うようなもんですよ。だから村上春樹が言ったからなんかオーソリティがあるけど、グレートギャツビーとロンググッドバイがね、どうひっくり返したってカラマーゾフと同列には並ばない。あくまで、村上春樹個人にの人生における超重要な小説。でもね、このグレートギャツビーとロンググッドバイが一人の人間の個人の人生においてとても重要だっていうのは、さっき言いましたようにですね、僕もこんな風にね、チャンドラーめちゃくちゃ読んだから分かります。フィッツデラルもね、こういうのは若い頃出会うとね一生外せなくなるんですね、なのでこうなんだろうねっていう風にね思ったりしました。ということで今日はですね、村上春樹がこれまでの人生で巡り合った最も重要な本3冊ということでね、と思ったのでちょっと思うところを喋ってみました。はい、いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。